この実況を見るときは部屋を暗くして画面に近づいてみてくれよな。はい、皆さんどうもおはようございます、こんにちは、こんばんは。今回もやってまいりました、ケイの大冒険です。それではね、早速タイトルに出ている通りですね、見てわかると思うんだけど、なんか一本だけなんか赤い棒でいいのかな、赤い棒がさ、なんか光り方おかしいじゃん。あそこにね、今から急いで行ってみましょう。早く行かないと消えちゃうんでね、自転車に乗ってガンダッシュで行きましょう。まずね、あれをね、見つけてから僕もう2本くらい見つけて、でもう倒して、伝説のポケモン2匹ゲットしてるんですよ。で、大体こういうね、もやもやしてるっていいのかな、なんかひときわ目立つ光り方してる柱のところに行くと、なんか伝説のポケモンが手に入るみたいで、それをね、また見つけたので、ちょっと今回急遽実況を撮っております。こいつは俺持ってるな、こいつ持ってるな。まあまあまあ、やりますか。どうしようかな、みんなで挑戦。まあ来るといいね。ちなみにこれあれだね、なんだっけ、3段階進化する、ちょっと恐竜っぽいやつ。まあ、ドラゴン属性って書いてあるから分かると思うんだけどね。はい、まあ、そんな感じで、無限ダイナ。無限ダイナ。これよく見るよね。多分、一番最後に手に入るポケモンなのかな。で、切り刻んっていうやつ、今僕持ってるんですけど、これは普通に草むらで見つけて進化させて強くさせました。はい。じゃあもうね、二人いるし、多分一瞬で終わることなので、やっちゃいましょうか。いきます。よいしょ。で、すでにルリオと、このドラゴン属性のタイプね、こいつを、もうすでにゲットしました。はい。なので、皆さんもね、多分ね、1時間か2時間おきくらいにね、多分出てくると思います。そう、キバゴ、こいつもうゲットしてる。で、今レベル上げているところだね。まあね、オスメス揃ったらいい感じに卵を産ませれることができるんで、よかったらね、ゲットしていきたいかなと思います。頑張りましょう。どうしようかな。これかな。よいしょ。さて、どうなるかな。いやー、もうね、なんかね、このゲームになってから、ストライクとカブトプと、あと、ムドキング、ムドクイーンだっけが、いないんだよね。初代からいたポケモンが少しだけ出てないんだよね。ギャラドスとか出てるんだけど、いなくなってしまったポケモンもいるんだよ。これで一発か。お、一発だな。ありがとう。サクッといけるぜ。よし、じゃあ、あれだね。スーパーボールでいこうか。スープ、オッカッカッとしい、オッケー。オスメス揃ってほしいな。で、預け屋さんに預けて、卵を産ませて、で、もっと強いポケモン、ゲットしたいな。まず、これゲットできるかどうかだよね。前回さ、これ 100% ほぼゲットできるじゃんってなったけど、モンスターボールだと本当に限界があるみたいで、スーパーボールじゃないとちょっと厳しい。おー、いけ、よし、これでオスメス揃ってほしいな。いいね。で、これやると、経験アメ M ってやつあんだけど、ドラゴンクロー、ドラゴンクローいいね。そういうのがとってもね、いい、とてもいい。ニックネームをつけますか？いいえ、つけません。とりあえずボックスに送りましょう。よし。まあそんなこんなでね、こいつ伝説のポケモンでいいのかな？俺よくわかんないんだけど、とりあえずまあ、一応今の僕の手持ちのポケモンを見せます。こんな感じですね。こいつ、とりあえずもう進化したばっかで52レベルですね。はい。で、こいつ、最終的に金色っぽくなるんで、名前ガロにしました。はい。で、こいつ相変わらず鳳凰で言います。色違いでね。で、こいつがね、ルカリオじゃなくて、アクエリオン風に、ルカリオンにしました。はい。で、こいつのね、名前変えたいんだけど、多分変えれないのかな？一回、名前つけちゃうとね。で、こいつもカブトプスって名前にしたいんだよね。
うん、やっぱさ、愛用のポケモンってやっぱ名前つけたいじゃんね。こいつはすげえお気に入りなんだけどね。うん。あと、ルカリオンもなかなかね、名前のセンスいいんじゃないかなと思います。で、こいつらをささっと進化させたら、もうジムリーダーと戦いに行こうかなと思っているところでございます。さてと、あともう一回くらいに出てほしいんだけど、あ、ちなみに、ルカリオが出る場所あるんだよね、ルカリオ。ちょっとね、見てみるか。ルカリオ。ここに出る、ここ。ここが、晴れの時に出ます。はい。今、晴れ時々曇りだから出ません。で、ここも今、雪状態になってるんだけど、ここも晴れだと、晴れだといいのが出ます。はい。豆知識っていうか、情報っていう感じかな。よし、ちょっとあそこ行くか。で、こいつら避けつつ。おいしょ。おっと、危ない。オッケー。まあこんな感じでね、まあちょっとこいつらをサクッとレベル上げちゃって、飛行のノーマル。まあ一人でいいかな。なんかもうジムリーダーと戦う前にだいぶ強くなっちゃうよね。ここまでやり込んじゃうと。うん。で、キャンプさえしてしまえば、別に40レベル超えてたって全然言うこと聞いてくれるんですよね。はい。なので、ぶっちゃけレベルの上限も、まあ、あんまり関係なくなっちゃうなっていう感じではありますね。あと、ほとんどやってない俺ですら伝説のポケモンらしきものを2体ゲットしちゃってるってことなので、多分ね、まだ今から始める方とかも全然上級者の方に追いつけるんじゃないかなって思います。はい。だってまだ僕、一応発売してから約1週間くらい経ちますけれども、やってる時間で言うと3日かな、そんなもんなんで、3日くらいでここまで成長したんで、普通に何だろう、今すぐ買って1週間やり込んだら全然皆さん多分僕以上に強くなるんじゃないかなと思います。一撃かーい、捕まえない。捕まえません。モーサーボールが無駄です。うん。あなたはもうすでにゲットしている。オッケー。経験飴の M がすごくなんか経験値上がる。うん。なんかいいのないかなぁ。なんだこいつは。身の程を知るがいい。身の程を知るがいい。どんどん行こうか。これは、普通だね。おっと。いっぱい人いるね。格闘でノーマル。誰だろう。まだね、シルエットでね、こいつが、あれだなって確定でわかるのがあんまりいないんだよね。だからもうちょいね、まあポケモンやり込んでいけばわかるようになると思うんだけど、こいつかーい、お前かーい。まあ多分女性には人気のあるポケモンだとは思うんだけど、男性であるちょっと僕からするとそこまで好みではないですね。はい。なんだったら避けていきたいレベルですね。今一つ後悔のこれでいこう。多分ワンパンでは死なないかもしれないな、これな。で、新しく技を覚えさせたいな。この切り裂きんだっけ、どこそう。あ、切り裂きジャックって名前もいいね。ジャックいいね。ジャックって名前にもしたいね。さてさて、お、一撃やんコンピューターの一撃やん。俺関係なくない。まあまあ、うん、こいつ確か捕まえてあったと思うからいらんわ。うん、あともう一回くらい、伝説のポケモンが出る柱っていうのかな、ポケモンの巣っていうの、これないかな、出てこないかな。まあさっき出たばっかだからまず出ないよな。まあ一応漁っていきましょうか。とりあえずちょっとレベル上げちゃいますね、バッグ。とりあえず入ってるこれがすごくいいの。これだいぶ上がるんじゃない。おお、12000。あ、30いってほしかったな。なるは竜の舞、おお、いいね竜の舞、いいね。一角いらないかな。でも怖い顔、うん、これ変えちゃおうか。よし、
ポカーン。竜の舞を覚えた。 OK、 使う、どんどん使っていく。で、とりあえずこいつを一回進化させたら、次ルカリオンを進化させたいかなと思います。ダブルチョップ、ダブルチョップ、ダブルチョップ、引っかけいらねえな。一二のポカン。でれれれん。研ぎ澄ます。研ぎ澄ますとは？精神を集中して次の攻撃を必ず急所に当てる。あー、なるほど。そういう感じか。大事だね。大事だけど、大事だけど、いいや。まだいいや、それは。進化、あれ、いつ頃するの？ 37 レベルとかそんなもんなのかな？結構遠いな。どこでしょう？とりあえず、ルカリオと、今のガロを進化させて、サクッとあのね、ポケモンジムっていうのかな？チャレンジ行って、パパーってやりたいね。で、もう縛られるものがなくなって、もう早く自由にやりたい。なんだこいつは。土に。戦う、ダイマックス、あ、それでね、あの、思ったんだけど、なんだっけ、ソード限定のポケモンと、シールド限定のポケモンがいるじゃないですか。で、俺、シールドの方が俺好きなポケモン多かったなと思って、ちょっと買うの後悔しちゃったなって思ったのが、ちょっと一つの、あれだね、悪い点っていうのかな。なんかソードの方がさ、やっぱりあのポケモンがかなんかね、剣持っててかっこいいなと思ってたから、そっちを選んだんだけど、実際出てくるポケモンもやっぱり変わってくるんだよね、昔のゲームと一緒で。そういうところしっかり調べて、シールドの方買っておくべきだったね。で、なんていうのかな、うん、あと、一応伝説のポケモンの、なんだろう、シールドの方がぶっちゃけ色が濃くてかっこいいよね。なんだかね。うん。よくよく見ると、俺シールドの方がなんかかっこいいなと思えてきて、まあ別にいいんだけど、うん。まあソードはソードでね、いいポケモン出てくるしね。お、しっかりゲットできたな。オッケー。多分土人はゲットしたことなかったと思うんだよね。これでポケモン図鑑ができれば。だよな、ポケモン図鑑更新だよな。 OK、 ニックネームはつけない、四足歩行ってつけてやろうか。四足歩行ってつけてやろうかな、前この野郎。で、一応せっかくね、実況撮ってるから、まああれだね、これじゃない、カード交換しときますか。よいしょ、よし、これでまあそのうちね、交換したい方とそのうち出会えるんでね。お、早い、夏目さんから、夏目さん早いっす、夏目さん早いです。おー、可愛らしいから許す、可愛いから許す。72番の方ありがとうございます。星5つだね、素晴らしい。おー、ありがとう。ちょっと待ってね、またやるから。お、ま、なんか今8ブンブンが来て、8ブンブンが来ているぞ。速攻避けなきゃ、速攻避けなきゃ。だるがらみ、だるがらみ、よし、オッケー。で、他、うん、早い、早いぞ。ダメだ、これ繰り返してると実況できねえな。ユウさん、ユウさんありがとう。おーおーおお、なんだこりゃ。なんじゃこりゃ。うん、6番の方ありがとうございます。あとカードのね、左上にね、ソードかシールドをどっち買ってるかっていうのマーク出てるんでね、そういうのもいいよね。おいしょ。メラメラしてる柱はないですね。とりあえずここで50ワットっていいのか。お、ムキムキ地帯になってきた。ん、こいつはなんだ、格闘。格
遠で今の形ってなんだ、あーあれかモグラかな、モグラモグラっぽいやつ、あやっぱりな。ドッコラーだね、ドッコラー。うんごめんね、あのうん、リーゼントっぽい髪型とあのモグラっていうイメージそういうイメージ戦うダイマックス効果あるの、これよいしょ。いやでもこれ楽しいね、ずっとできるね、よいしょで多分この動画の前かこの動画の後くらいで多分、ね、アークサバイバルの実況やってると思う、うん、で、やっぱりねいい加減ねちょっとゴジラの実況もやりたいんだけど、うん、あのこの2つのゲームがねちょっと今熱がやばいんだよね。でもゴジラもやりたいからそのうち挟んでちょろっとやりたいんだよね。もう一撃じゃないか、まあレベルの差だろうな、52レベルだからな、俺30レベルまでしかゲットできないはずなのに52レベル持ってるからな、俺普通に操ってるからな、しっかりキャンプやってるから。よし、あとこことかやったりするとワタマシンとかね手に入るからいいよね。ワタマシンも木の実も勝手に手に入るしね。おっと前方不注意、前方不、完全なる前方不注意、とても強そうってことは30レベル超えてんな。だが俺のこいつの目の前にしてはね50レベル超えないととても強そうだ、お前。一回戦ってみっか、こいつの強さまだ試したことないんだよね。よいしょ、あまあまあほどほどって感じじゃない、ってかあれだな、技マシンでちょっと技を覚えさせた方がいいなあ、食べかけのリンゴってすごいよね、こうやって回復するもんね、持たせてるだけでね。さてと、これで終わりかな。34レベルだから多少の経験値は入るんじゃないかな。まあまあだな、よし、どんどん行こう。いや完全に前方不注意だった普通に事故った。前の人とレースしてるんだな、ね、わっちょっくそー、ぶつかるのだるいよな。てかね、ポケモンのね、この実況もね、生放送したいんだよね。でも、ちょっと機材がね、いろいろなんですよね。お、効果抜群だったよ。でもダメ押しって一回食らわないと、あんまり威力ないね。あ、一撃。お疲れさんです。全然経験値もらえないぞ。重い。人が多いぞ、ここないかな。まあそんな簡単には出ないか、あの柱は。よいしょー、おお、カモン、もう俺から行くわ寸前で止まるんだもんな、アーマーガー。これあれか、なんか初期のあのカラスみたいなやつからこれになるやつだよな。さてと、研ぎ澄ます。ギュン、怖い顔って言うけど、こいつ元から怖い顔してるけどな。おお、これだいぶいいんじゃない、次の攻撃。でもな、当ててほしいな。もう一回飛びそう。いや、もういいや。怖い顔。どんだけすんねん。どんだけガンくれてくんねん、こいつ。あれかな、口笛吹きまくったから、あれかな、ちょっと怒ってんのかな。さあ、どのくらい
当たるかな。えい、おワンパンじゃん。素晴らしい、50レベルのアーマーガーを一発。いいね、これは気持ちいいぞ。レベル上がるだろう。おっしゃいいね。お、ワルダ組、ワルダ組、ワルダ組。悪いことを考えて頭を活性化させる。自分の特効をぐーんと上げる。なるほどね、特効ね。いいや、いらんわ。ね、なんかね、ポケモン揃いすぎて、なんかゴジラが強いなとは思えなくなってきたね。なんとなくね。よし。で、出ないっすね。うん。あと今目の前に立ってるこの2本のやつやって、もし出なかったら終了ですかね。おっと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 。お。なんか飛んでらっしゃるね。おいしょ。まあ、今回はね、ダイマックス編っていう感じでね。まあ、たまにはこういうのもいいんじゃないでしょうかね。一人で挑戦。こいつあれだろ、あいつ砂蛇だろ。鼻の穴が大きくて可愛い、あの砂蛇だろ。進化するとブサイクになるやつだろ。よし、行くぜ。おいしょ、多分ワンパンかな。じゃあレッツゴー。あーら、よっと、レッツレッツ。なんかここまでポケモン育っちゃうと、むしろポケモンゲットするとき困るんだよね。なんだっけ、峰打ちだっけ、なんかそういう技があって、なんか敵の HP1 だけ残すみたいな技があったと思うんだよね。それをちょっと強いやつ一撃に覚えさせればあと楽なんだけど、ね、あれ、思いを死ななかった。お、いったいったいった。 OK、 いいね、展開が早いな、展開が早い。いいね、巻いてこ巻いてこ巻いてこ。俺、YouTube で生放送しようが、普通の実況撮ろうが、編集ほとんどしないから。うん。編集する時間があったら俺仕事してるから。よーい、ちょっと、ほっ、ほっ。仕事すればするほど金になるからさ、俺の仕事が。しなければしないほどお金もらえないからね。で、頑張って今マックスで多分45万くらい稼げんじゃないかな。まあ、そこまで頑張ったら俺休憩とかも休みもないだろうから、多分体ボロボロで死んじゃうと思うんだけど、今まあ頑張って、今頑張って頑張って40万って感じかな。うん、で普通で35万で、少なくて30万って感じかな。うん、頑張る頑張らないで10万くらいの差が出るね、今の俺の職場は。どうしようかな、これだな、よいしょ。だからね、あんまりね、まあ動画もね、楽しいからね、撮るよね。やっぱり、あのね、YouTuber と、社会人っていうのかな。まあ YouTuber も俺社会人だと思うんだけど、まあ YouTuber と、まあ社会人が、の違いを言うのであれば、仕事は頑張ったって、グッドボタンを押されて、他の方から応援されることもない。けど YouTuber ってやっぱりファンがついて、同じ趣味同士の方が集まってみんなでワイワイしながら、しかもお金になるんだよね。うん、しかも自分の好きなゲームで盛り上がれることができて、なおかつ応援されるんだよね。うん、まあ確かにね、バッドボタンを押されることもあるよ。うん、誹謗中傷なコメントされることもある。でもね、実際社会に出てね、パワハラされるよが数千倍増しよ、本当に。うん、そう考えるとやっぱり YouTuber って楽だなとは思う。うん、別に寝ずに仕事してますとか、 YouTuber は辛いですって言ってるかもしれないけど、それお前自分で選んで自分の好きなことでしょって思うじゃんね。仕事ってさ、社会でさ、国が定めた法律に従って、何、上司の上から物を言われ、それを従ってやっとこさお金稼げるの。
YouTube はね、上司はいないし、命令はされないし、ね、そんなことないからもう。だからまあ YouTube はぶっちゃけ楽。うん、俺はそう思う。どんだけオールしてようが、どんだけ何、エナジードリンクを飲みながらパソコンと向き合おうが、それは自分で選んだ選択であって、自分の好きな領域なんだから、辛いって思う時点で甘えなんだよね。うん。俺は YouTuber も、社会人としても、どっちの顔も持ってるからこそ言えるけど、YouTube はマジでクソ楽。うん。もうちょい頑張って、俺も編集とかして、毎日投稿して、毎日夕方6時に上げますとかやってたら多分もうちょい伸びるとは思うんだけど、さすがにね、うん、そこまではできない。おこんなくだらない話をしてる間、いやーちょ、出てる。なんか一本いいの出てるだよ。いやー、噛んだ。いいぞ。とりあえずこいつちゃちゃっと片付けるか。28レベルごときで調子乗りやがって。効果抜群。さあ、一撃で倒すんだ。行け。よし。もう猫は間に合っています。うちのおチビだけで間に合っています。さあ、いいんじゃないですか。あれだけかな。ちょっと見回して。ないね。よし。あれだ、行こう。あれどこだろう、結構奥だな。どっちから行った方がいいんだ。こっちから行くか。ガンダッシュ、消える前に行かなきゃ。うおー、めっちゃ遠いんだけど。めっちゃ遠いな。間に合うかな、あれ。インコース。あぶね。間に合うか？いけるか？ダッシュ。ん？ん？ん？何？うん、よくわからん。よくわからんものを拾った。とりあえずどうでもいい。とりあえずあれだ。おし、近いぞ、いけるぞ。いけ。うおー、よし、到着。お、これはちょっとみんなで挑戦。え、なんだろうこれ。この形わかんない。準備完了。え、なんだろう。ドラゴンタイプでこの形。え、ドラゴンタイプでこの形。あ、俺がゲットしたやつの進化系かな。ドバゴだっけ、なんだっけ、なんかそんな感じの名前のやつだっけ。お、またなんか秒で終わらせてくれそうな方が。カイムさんと、トーレスとウィルさん、いらっしゃい。みんないいポケモン持ってんな。多分一個進化したやつかな。他は分からない。多分合ってると思う。だよな。今せっかく頑張ってレベル上げてるのに、お前が出てくるんかい。ほー、どうしようかな。まあとりあえずスーパーボールでゲットするしかないな。戦う。でもこれはいいよね。敵を倒しちゃってもむしろそれでゲットできるから。普通のポケモンって出てきたら倒しちゃったらゲットできないじゃん。でもダイマックスのこれだとね、倒すことで意味があるからね。ちょっとこれサムネになるんじゃない、これ。おし、 OK。 これサムネな。これ多分サムネになってるんじゃないかなって感じ。うん。おー、いけ。発射ー。ワンパン。おー、いいね。素晴らしい。いいぞ。さあ、捕まえられっかな。
これ仲間が強いからこんなにさらっといくわけで、あの普通こんなさらっとはいかないからね。捕まえる、スーパーボール、いけいけスーパーボール、いけ俺のスーパーボール、いけるかな、レッツゴー、いけお願いします、お願いします、あと1回、いけ、よし、中軸、縮まれ、よし、よっしゃ、やったぜ、おー、いいね、ムカリをずっとレベル上げとけばよかったな、失敗したな、こいつが出てくるんだったらな、ニックネーム一応つけとくから、じゃあキバって名前にしよう、かっこいいから、中二病でいこうぜ、キバ、よし、中二病でいこう、だってキバすごいじゃん、これ飛行機みたいな手持ちに加えるとりあえずガラと交代だね、こいつ何レベルなんだろう、ちょっと見てみっか、他は出てないよね、出てないね、よし、ちょっと見てみよう、ポケモン26レベルか、え26レベル低くない、あそんな感じ強さを見てみよう、まあでもね、レベル低い頃から育てると強くなるって言うからね、ほい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 ダメ押し、噛み砕く、切り裂く、狙い撃ち、うん、覚えてるものはダメだね、うっかり屋な性格、あーなるほど、ウラルカ草原で出会った、物音に敏感、性格は良くないな、これ普通にガロを進化させた方がいいかもしれないね、これははい、というわけで、まあ今回はね、こんな形で終了しようかなと思います。まあ、よかったらね、みんなも伝説のポケモンを求めて、こうやって上、なんだろう、ね、ここら辺、ぐるぐるっと歩き回ってみてはいかがでしょうか。それではね、今回はここら辺で終了したいと思います。この動画が良ければ、チャンネル登録、高評価の方をよろしくお願いいたします。それでは次回もお楽しみにしていてください。じゃあね。